地図方圏区は中華人民共和国上海市に位置する四角区。2004年以後、方圏区は観光課に注力し、金山区との共同事業として、中国最大の海上留遊基地が建設され、2005年には方圏区壁解禁社会上楽園が開園している。方圏区は上海市南西部に位置し、南は甲州湾に面し、東は南区、西は金山区。 北は、貧高区に接している。区名は、講師の弟子である、ことがかつてこの地で学問を教授したという伝承による。新大から南北朝にかけては、会計軍海園県に属し、741年に、当朝により家庭権が設置されてからは新書まで、花庭圏の管轄となった。1726年、花庭圏の白砂、雲まざとが分割され、 方権県が設置され、1933年には南危険の15教が編入されている。中華人民共和国成立後は、ソ南行政公所松江選区、1952年にチャンス省松江選区の管轄とされ、1958年3月に蘇州選区に改められたが、1958年11月に上海市に移管された。 2001年8月24日に、主活区に昇格し、現在に至る、株に二階堂と八鎮を管轄する。ありがとうございます。